住友志摩です。よろしくお願いします。そこお前の席じゃねえから。そこはワオの席だ。ワオ、この時期に転校って珍しいね。おい、お前無視すんじゃねえ。そこはワオの席だ。だったらあんたが机でも椅子でも用意したらいいでしょ。私は言われたところにいるだけなんだから。私はもうどこにも行けないの。ああ、おかえり、しまちゃん。おかえりなさい。ご近所のワオくんとスミレちゃん。ワオ。首。え？寒いなら足首温めないと。ああ。僕、靴下が死ぬほど嫌いなんだ。ワオ！うわ！お前、なんでここにいんのよ。だってここ私の家だもん。なんだと？あれ、二人友達だったんだ。友達なんかじゃねえし。ワオ。帰るべ。明日また学校で。ワオってね、ゲンの初恋なんだよ。え？幼稚園の頃、ワオのこと女の子だと思ってたんだって。それに病弱だから、ワオのことは自分が守らなきゃって思ってるみたいでさ。だから二人の世界に誰も入れなくて。ほら、ゲンって黙ってればいけてるのに。どうかした？あ、みんなそう思ってる。まあそれほど二人は人気者ってことなんだけど。おはよう。昨日あれからスミレがね。初めまして、転校してきた住友志摩です。初めまして。まして。ちょっと志摩、何テンパってんの。焦りすぎだよ。初めまして、住友さん、よろしくね。ちなみに今日の僕はあったかソックス履いてます。仲いいんだね。え、ワオとゲンと。転校してきたばっかりでわからないみたいだけど、ワオとゲンはみんなのものだから。あんた話聞いてんの。今日みんなで遊ぶんじゃなかった？何してんだよ。シマ！ゲン！シマ！
私ね、やりたいことがあるの。夢ができたの。だから東京に行くことに決めたの。ごめん。